4月12日、現地時間11日、にクリプト .com アリーナでプレイイントーナメントが行われ、ウェスタンカンファレンス7位のロサンゼルスレイカーズが同8位のミネソタティンバーウルブズと対戦した。NBA プレイオフ2023進出を目指すレイカーズはディアンジェロ・ラッセル、オースティン・リーブス、レブロン・ジェームズ、ジャレッド・バンダービルト、アンソニー・デイビスが先発出場。八村塁はベンチから登場した。ルディ・ゴベアを各相手に対し、第1クォーター開始5分21秒から3連続得点を与えて10の16。その後、八村が1本の3ポイントシュートを含む7得点を気を吐いたものの、22から28と6点ビハインドで最初の12分間を終えた。序盤に八村がカール・アンソニー・タウンズとのディフェンスで存在感を発揮した第2クォーターでは、相手の3ポイント攻勢に苦しみながらレブロンとデイビスの活躍で一時リードを奪取。しかし、残り1分49秒を最後に得点が止まると、逆に5連続得点を許し、49から60と11点のビハインドを背負った。第3クォーターは開始4分37秒に7点差まで詰め寄ったものの、トーリアン・プリンスとカイル・アンダーソンに連続で3ポイントを決められるなど、61から76と15点ビハインド。中盤以降は八村、デニス・シュルーダー、トロイ・ブラウン・ジュニアといったベンチメンバーを送り込むと、残り3分14秒に10点差まで追い上げた。さらに、マリーク・ビーズリーが八村のアシストから3ポイントを決めれば、レブロンがオフェンスリバウンドから加点。79対86と再び1桁点差に戻し、最後の12分間を迎えた。開始2分39秒にタウンズのファウルが5個に達した第4クォーターは、デイビスとシュルーダーの連続得点で3点差まで肉薄。その後も1桁点差で進む中、試合終了残り2分2秒にレブロンの3ポイントで同点に追いついた。最終盤、タイムアウト後のプレーでターンオーバーを犯したが、今度はデイビスが相手のターンオーバーを誘発。すると、同 1.4 秒にレブロンのアシストからシュルーダーが逆転の3ポイントを沈めた。しかし、相手のラストプレーでデイビスが3ポイントに対するファウル。同 0.1 秒に3本のフリースローを決められ、98の98でオーバータイムに突入した。延長戦では序盤に八村の3ポイントで抜け出すと、シュルーダーの得点で 5-0 のラン。得点を与えた直後にデイビスがインサイドで加点し、残り1分40秒に再び5点差まで戻した。最後はミスがありながらもウルブズから逃げ切り、108-102で激戦に終止符。レイカーズがメンフィス・グリズリーズとの NBA プレイオフ20231回戦に駒を進めた。最高の試合だった。八村タウンズ守れたり、OT でいきなり3決めたり、マジで最高でした。シュルーダーのアドレナリンがすごかったけど、ルイは落ち着いていて、集中力も途切れず、いい働きをしていました。クラッチタイムもずっと使われてましたね。スタッツ見たら、この大一番でプラス20。OT の最初の3も値千金。ミスもあったけど、チャレンジしてのミスだったから全く問題ない。レイカーズはレブロンが45分18秒の出場で30得点6アシスト10リバウンド2ブロック、デイビスが42分40秒の出場で24得点15リバウンド3ブロック2スティール、シュルーダーが21得点、リーブスが12得点をマーク。八村は26分36秒のプレータイムを獲得し、2本の3ポイントを含む12得点に1アシスト2リバウンドを記録した。試合終盤に八村がコートに居続けていたことが、何よりも嬉しいね。
あとはシュートを打ち切ることを意識してほしい。要はフォロースルーをしっかりやる。15点差をひっくり返すのは底力あるな。正直メンフィス VS レイカーズ見たかったし、めちゃくちゃ楽しみ。今日の八村は良かったね。プレイオフを通してこういう内容で頑張れたらレイカーズは誰にオファーをするか悩むだろうな。